今回はチリカルボ麺でやってますけども、はい、どうも料理のお兄さん、リュウジです。今回はですね、最近寒いじゃないですか、皆さん。だからね、心の芯からですね、心の芯、体の芯まあ、どちらも心と体の芯からね、温まる麺料理。僕麺料理かなり得意なんですけども、めちゃめちゃね、そそるメニューですよ。チリカルボナーララーメンっていうのを作るんですけども、これね、一つ今回ね、特選素材があります。こちらです。辛ラーメン、ご存知ですか？コンビニとかスーパーとかでも、もう大体どこにでも売られてるので、皆さん知ってると思うんですけども、これね、辛くてめちゃめちゃうまいですよね。僕もですね、そんなに食べてなかったんですけども、これね、麺がめちゃめちゃうまいんですよね。結構ね、太めの縮れ麺でですね、スープがよく絡んで弾力もすごくあるんですね。こんなに麺美味しいんだなっていう風に思ったんですけども、今回はですね、この辛ラーメンを使ってですね、辛さを生かした、でもまろやかさのあって美味しいですね、チリカルボナーララーメン、こちらを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきたいと思います。具材ですね、ベーコン、こちら薄切りのベーコンです。だいたい 40g ぐらいハーフベーコン使います。あの、普通のベーコンでも大丈夫。こちらが卵1個、生卵ですね、1個使います。あとこちらがバター、バター 10g です。これが粉チーズ、あと黒胡椒ですね、今回カルボナーラで、水が 250cc、 牛乳が 250cc、 半々ですね。最後に大事な大事な辛ラーメンですね。このままでももちろんね、辛ラーメンこのままでもめちゃめちゃ美味しい、めちゃめちゃ美味しいなんですけども、これはですね、牛乳ともね、めちゃめちゃ相性いいんですよ。これ皆さん知らなかったでしょ。辛ラーメンって結構な辛さがあります。こちら牛乳とバターを入れることによってかなりまろやかに仕上がりますんで、ちょっとちょっと辛ラーメンは辛くてちょっと怖いなっていう方でも、このレシピだったらですね、食べていただくことができると思います。なので、ちょっと辛さに自信のない方も美味しくいただけるレシピになってると思いますので、そこら辺も要チェックということで、よろしくお願いします。それでは体の芯まで、あったかくなるために、まずは体の芯まで冷やしていきます。冷えてきた。この後に食べる辛ラーメンめっちゃうまいぞ、これ。ということで、自分に下ごしらえをしていきます。自分を仕上げていって、美味しい状態で食べていきたいと思います。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずね、フライパン、まあ鍋でももちろん大丈夫なんですけども、今回はあの、こういう浅いちょうどいいフライパンがあったんで、こちら使っていきます。ここにね、バター入れます。で、火にかけます。だいたい中火ぐらいで、ここにですね、ベーコンをね、最初にね、炒めたい。そして、このベーコンなんですけども、薄切り使ってますんで、こうね、ちぎってあげてください。そうするとね、なんとね、包丁いらないんですよ、皆さん。飲みながらね、包丁使うとね、危ないですからね。あ、僕は特別な訓練を受けてるんで大丈夫なんですけども、インスタントの食品を使うときはやっぱね、簡単で美味しいのが一番いいんですよ。だって、簡単で美味しいがキーワードです、今回は。で、まずはね、ベーコンをね、ちょっとパリッと炒めていきます。そして、ちぎれたベーコンが、こう、カリッとバターでね、炒まってくるんです。このベーコンとバターの香りで、体の芯から冷やしていきます。はぁ、うま。これのために料理をやってる部分もありますからね、これね。ベーコンは、そのまま入れてももちろんいいんですけども、焼いた方がより香ばしくなって美味しいです。今回ね、カルボナーラ風なんで、ベーコンはね、ちょっとね、ジュクジュク焼いてあげてください。あんまりね、カリカリにしなくても大丈夫です。周りがちょっと焦げてきたなっていうところで、だいたいこれぐらいですね。あの、カリカリが好きな方もいらっしゃると思うんですけども、僕はあまりにもカリカリのものはあんま好きじゃないので、これぐらいにしておきます。ここにですね、このまま、水。あと牛乳。を入れていきます。で、沸かしていきます。でね、ふつふつなるまでね、沸かしてくださいね、これね。沸かしてる間に、これ卵ね、白身と黄身、卵黄を分けておきます。卵白とね、卵黄を分ける。はい、こんな感じですね。で、今回はね、あの、僕の動画って結構卵白飲めとか無理強いをするんですけど、いつもあの、今回はね、卵白も具としていただきます。これがうまいんだね。これね、チリカルボナーラっていうのも結構そのレストランとかであったりするんですよね。なのでですね、この辛ラーメンの辛さがこの牛乳とかバターとかとマッチするようにですね、なってるんですよ。これが想像の5倍とかですね。なのでですね、これ辛ラーメンと乳製品の相性っていうのが非常にいいってことを皆さん覚えてください。牛乳もね、入ってますんでね、あんまりボコ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 沸かすと、あの、沸騰して吹きこぼれてしまいますんで、この辺りはよく見てくださいね、これね。沸いてきましたね、これね。
沸いてきたらちょっと火を弱めます。弱めてポコポコしているとこにこの白身ちょっと溶きながら、これね具として入れちゃいます。とろっと回し入れると、こうすることによって白身のタンパク質も余すとこなくいただける一品になりますので、白身はねぜひね入れてください。具となりスープとなりますのでね。で軽くかき混ぜて、そしたらですね、ここで辛ラーメン、まずここにですね付属のスープと火薬入れちゃいます。なんか他のインスタントラーメンとかだとスープ最後に入れてくれとかあるんですけど、辛ラーメンは違うんです。辛ラーメンはもうスープはね入れちゃう。で火薬も入れちゃいます。で辛ラーメンの良さってねここなんですよ皆さん。最初にスープを作って、このスープで麺を煮込むことでめちゃめちゃ美味しくなるんです。辛ラーメンってこれがね、あの他のねインスタントラーメンと違うとこなんですね。で辛ラーメンはねこれね、麺とスープと火薬一緒に入れて煮込んでくださいって言われてるんですよ。これをやることにより太い縮れ麺の辛ラーメンがですね、より一層ですねこのスープを吸ってですね、旨味が麺にも行き渡るんですね。これが辛ラーメンの本当にうまいところなんですね。だから今回はチリカルボ麺でやってますけども、普通に作る場合もこれね必ずね後ろのパッケージ通りにやってくださいね。いつもの癖でスープを最後に入れる方もいると思うんですけど、一緒に煮込んでください。味全然違いますから。これが今日一番言いたかった。こうすることによって牛乳の旨味ですとかバターの旨味ですとか全部この麺に吸わせていくんですね。これがうまいんですよ。で、まあ、今回ねちょっと浅い鍋を使ってますので、ちょっとほぐれてきたらひっくり返してあげてね、均等に煮込んでってください。これ見てください、このさこの太い麺ですよ。これがね辛ラーメンのうまさなんだよね。このスープで鍋やってもめちゃめちゃうまいねこれね。牛乳とバターをちょっと使ってるんでちょっとね戻りにくかったりもするんで、ちょっとね長めに茹でてあげましょう。箸使って眠ったこのかすかな味飲めますからね。あとはね煮えるまで待つだけ。ほら簡単でしょこれ。そして麺がねこんな感じでゆだりましたね皆さん。これはね美味しいこのチリカルボスープを存分に吸い上げたこの最高の麺なんですね。これをねずっとすするわけですよ、寒い日に。たまんないですね皆さん。わかりますかこの高揚感。じゃあこれからちょっと盛り付けに入りますので、それでは盛り付けに行きたいと思います。まずね麺をね入れてあげてください。こんな感じでね、白身はね鍋で煮る場合は最初に入れてあげると美味しい具になりますんでね、これはね入れてあげてください。このねパリッと焼けたベーコンがさたまんないんですよね。あとね辛ラーメンはね火薬が入っててね、お野菜もねちょっと入ってるんですよね。でですよ、こっからですよ皆さん、トッピングをしていきます。まずカルボナーラなので胡椒です。これねたっぷりかけてあげてください。胡椒も合いますから。そして粉チーズ、好みでいいんですけども、もうパラパラっと、チーズもね非常に合いますんで、これはね好みです。あんまり入れすぎるっても、ちょっとしょっぱさが勝ってしまうんで。そしてパセリを、ちょっとねカルボナーラなんでお店感を出したいので、ちょっとパセリ、まあなければないでいいんですけども、パセリがあるとより一層おしゃれに。そして最後に卵黄ですね。ほらほら、どうですかこのオレンジ色のスープが、たまらなく美味しそうでしょ皆さん。ほら完璧にうまそうにできました。こちらで辛ラーメンで作るチリカルボナーラの完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。あ、今ね芯から冷えてますから、チリカルボナーララーメンで温まっていきたいと思います。その前にちょっと足しますので、ちょっと待ってください。それではいただきます。最初からこの卵黄いっちゃいますよ。じゃあすみません皆さん、 100% 美味しいラーメンをいただきます。いただきます。めちゃめちゃうまいよ。うまいのは分かってたんだけど、カルボナーラの要素とこの辛ラーメンがすごく合うんですよ。すごく僕がいいなと思うのは、牛乳とバターと卵黄の効果ですね。辛さはしっかりと残りつつもマイルドになってて、これがね相乗効果になってものすごいうまいチリカルボナーラを作り上げてるんですね。僕ね他のインスタントラーメンとかでもカルボナーラ風とかやったりもするんですけども、味全然違うんですよ。唐辛子をここまで効かすとカルボナーラここまで進化するんだなっていう感じですね。あとね一緒に煮込んだ麺ですよね。麺にもねしっ
かり味がねつくんですよ。これこれがね辛ラーメンの特徴なんですよ。この太い麺がスープを吸い上げてですね、麺自体も美味しいんですよね。まあ、体を温めるっていう手で言ったんですけども、お酒が進んでしまいますよこれね。具にした卵白もですねすごく食べ心地がいいです。卵全部余すとこなく入ってますので、これがね本当に美味しいです。インスタントラーメンのアレンジになるけどかなり上位なうまさ。そして僕ここで味変をしていきたいと思います。これ辛さが得意な方でいいですよ。ホットソースです。ホットソースこれを入れていきます。さらに体が温まりたい人必見でございます。うまいよこれは。やっぱりな、だから言ったじゃないですか、少しの酸味を入れていただくとね、チルカルボナーラはさらに進化する。一杯でめちゃめちゃ満足できる仕上がりのラーメンになっております。アレンジとしてはですね、お野菜入れていただいても、なんかブロッコリーとかね、ほうれん草だとかチンゲン菜とか入れていただいても非常に美味しいので、とにかくねこのスープがもううまい。なので約束された勝利でございます。ぜひですねこちら辛ラーメンで作るチリカルボナーララーメン、めちゃめちゃ美味しいのでぜひやってみてください。あーうまいな。はい、ということで、じゃあ皆さん、僕はこれを楽しみながらね、やっていきたいと思いますので、はい、料理は楽しんでやるものですからね。はい、なので、今日はね、飲みながらやっていきたいと思います。今日はじゃないか、今日もですね、はい、飲酒を許していただいてありがとうございます。